いってらっしゃいませ。俺って天才かな、バレる気がしねえぜ。ん、おはよう先輩。おはようございます。ちゃんとやってるか。やってますよ。じゃあまた後で。これで IC カードのデータをリセットしたら完璧だ。ちょっと駅員さん。はい、どうされました。さっきの人不正乗車してますよ。いやいや、何言ってるんですか。社員はタダで乗れるんですよ。他社の路線もですか。え、他社の改札から入り、自分の会社で入場データをリセットする。機械は共通ですから可能ですよね。そんな。じゃあ交代するぞ。先輩、IC カード見せてください。は、なんでだよ。いいから見せてください。おう。先輩、入場取り消しの履歴ばかりですよ。これはどういうことですか。お願いだ。黙っててくれ。全て聞かせてもらった。駅長、鉄道員にお前みたいな人材はいらない。いいんだ。はぁ、名古屋から豊橋の切符作ってくんない。え、ここ大分駅ですよ。とにかくその区間だけ欲しいのよ。あ、はい。長旅になるわね。あとはこれを駅員に渡すだけだわ。ご乗車ありがとうございます。お願いします。お預かりします。ん、これはまさか。お客様、ちょっといいですか。何よ。この切符どこで作りました。名古屋駅に決まってるじゃない。本当に名古屋駅から来たんですね。そう言ってるじゃないの。そうですか。え、九州から来てますよね。え、切符の下の部分にカッコ6バーとありますよね。それが何よ。これは切符を発行した会社の番号なんですよ。6なら JR 九州、名古屋なら JR 東海の3のはずですよ。はぁ、許しておくれ。あー、元気高校生アイドルのタクポヨちゃんだ。かわいい。朝ぽよー。あの子あんなに人気だったんですね。お前知らねえの。今やテレビじゃ見ない日はないほど人気だぞ。そうなんですね。ん、いつも見てくれてるの。うれぽよー。僕もサインお願いします。はーい。ん、何にしてやる。あいつ包丁を。待て。刺されたぞ。逃げる。おい、しっかりしよう。至急救急車と警察をお願いします。この女が悪いんだ。俺たちを裏切ったんだ。何があったか知らねえけど、お姉ちゃんを守れてよかった。ちょっと駅員さん、駅員さん。おい、元気そうじゃん。もうピンピンしてますよ。無事犯人も捕まって、あの子も安心してたよ。よかったです。お客様の命も大事だが、自分の命も大事にしろよ。はい。え、通して。どうしたんですか。あの望みに乗らなきゃ間に合わないのよ。何にですか。友達が事故に遭ったのさ。間に合わなかったらどうしてくれるのよ。じゃあ着いた駅で清算してくださいね。わかったわよ。バカな駅員ね。まんまと騙されたわ。切符拝見しますね。まずい、車掌が来たわ。喫煙ルームに来たらもう大丈夫だわ。失礼いたします。車掌さん。はい。喫煙ルームにずっと居座ってるおばさんがいますよ。え、行ってきます。浮いたお金でステーキでも食べようかしら。お客様。何よ。切符はお持ちですか。ああ、それがさっき不気味なロン毛の男に燃やされちゃったのよ。燃やされた。そうなのよ、怖かったわ。私は電子タバコですが。不正乗車として3倍運賃いただきますね。嫌だよ。胸よ、俺らの命令が聞けねえのか。じゃあ全裸で帰ってもらおうか。嫌だよ。じゃあ早くやれよ。線路に降りて向こうのホームタッチして戻ってくるだけだろ。やれよ、やれよ。非常。お前ら何やったか分かってんのか。すいません。駅員さんが気づいてくれなかったら、胸男は通過電車にはねられて即死だったんだぞ。はい。お前らがやったことは立派な犯罪だぞ。二人で胸男を脅して何か無理やりさせたのは強要罪になんだぞ。ああ。もし胸男が電車にはねられて死んでたら人殺しなんだぞ。ああ。お前らはもう勢いだけで過ちを犯せる年じゃねえんだよ。許される年じゃねえんだよ。はい。お前たちのたった一つの行動や発言で救われる人もいれば傷つく人だっているんだぞ。だからもっと自分の行動に発言に責任を持つんだ。はい。ママ、313系の電車だよ。かっこいいね。大きくなったら運転したいな。ソウスケならできるよ。うん。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。うー。あ、うるさかったですよね。すいません。席を開けろ。え、仕事をして帰ってきた俺が立ってて、一日中ガキと遊んでるお前が座ってんのはおかしいだろ。あ、すいません。うー、まったく
これだから若い母親は。おいこらてめえ。へえ。ちょっとソウスケ、ママは遊んでなんかいないよ。生意気なガキだな。ママはいつも手がボロボロになっても靴下に穴が開いてても頑張ってるんだ。それは当たり前のことなのよ。当たり前じゃないよ。おじさんはできるの？それは一番疲れてるのはママだ。ママに席を返してよ。わかったよクソが。ソウスケにひ一番乗りだぜ。ソウスケ待って。ベビーカーは一番後ろのスペース置いていいんだよね。ママ早く。はいはい、まもなく光号発射します。クソが荷物がでかすぎて棚に入らないのよ。富士山見えるかな。天気いいから見えるかもね。おいどかせ。え、そこのベビーカーをどかすのよ。俺の荷物が入らないのよ。でも置く場所ここしかなくて。トイレのあたりに置いときゃいいだろ。そんな。まったく早くどかすのよ。おいごろてめえ。へえ。そこのスペース予約したか。予約？お母さんはちゃんと予約してるぞ。お前はしてんのか。してないのよ。じゃあ今すぐベビーカー戻して、お前はデッキで立ってろ。すぐにひ。ただいまから切符を確認します。あれ？ない。お客様、切符を確認します。やべ、どうしよう。定期忘れてきちまった。お客様、切符ないんですか？いや、金もねえし、どうしたらいいんだ？ないのなら正直に言ってください。無賃するつもりだったんですか？なわけねえだろ。もう終点つきますよ。払わないなら、鉄道警察呼びますよ。ああ。また親に迷惑かけちまう。ちょっとあんた、母ちゃん。定期玄関に忘れてたわよ。ありがとう。お母さんがいてよかったですね。はい、あんたにここまでのガソリン代請求するからな。今度はこっちかよ。いらっしゃいませ。小田原までの切符ください。では1500円です。あれ、財布がない。え、おい何やってんのよ。少々お待ちください。さっきまであったのに。あー、後ろの人もイライラしてるし、どうしよう。お兄ちゃん、プレゼントあげる。え、先輩それは。今日は子供の日だろ。いいの？うん、いつも電車使ってくれてるお礼だよ。ありがとう。じゃあ僕からも小田原までのグリーン席のプレゼントです。わあ嬉しい。横山さん、あ、アイス食うか。うん。坊ちゃん、財布あったぞ。みんなありがとう。笑顔よし。すいません駅員さん、遅延症ですか？30分のください。どうぞ。結婚式ですか？はい、式場間違えちゃって。お手伝いしますよ。新婦さんがまだ来てないんですが。え、何やってんだよ。もう間もなく登場のお時間なんですが、ちょっと待ってくださいよ。それでは新郎新婦のご入場です。おめでとう。おめでとう。あれ、花嫁は？あいつ見捨てられたか？遅れました。え、何事だ。あ、通ります。え、金さんがドレスの裾持ってるぞ。花嫁が通ります、ご注意ください。おめでとう。綺麗だよ。よかった。なんで遅れたんだよ。これ遅延症なら OK ってなるか。ありがとね、ソウスケ。うんうん、ママはお腹に赤ちゃんがいるから座ってて。そのカバン重くない？へっちゃらだよ。ありがとう。あー、間に合った。あれ、ちょっと待って。なんだよ。あのお姉さん可愛くね。うわ、可愛い。あ、ダメだ、子供いるわ。なんだよ、こういう人たち苦手だな。てかさ、妊婦さんって優先席座っていいの？確か障害持った人の席だよな。だよな。じゃあ太ってるだけじゃね。おいごらてめえ。え、優先席の標識をよく見たか。え、妊婦さんのマークもしっかり入ってんだよ。ああ、妊婦さんは立ってるのも辛い時だってあるんだぞ。そうだよ、ママは座っていいんだ。ああ、妊婦さんを見かけた際は優しくお声かけをしてあげてください。はい、ママ座ってていいよ。ありがとう。最終列車京都行き、まもなく到着いたします。間に合ってよかった。また歩いて帰るとこだったな。それはマジ勘弁。まったく電車遅れてんのか。あ、停電だ。え、おい、どうなってるのよ。駅員、説明するのよ。おっさん、うっせえよ。え、誰だ、生意気な野郎は。野郎じゃねえし。お客様、申し訳ありません、復旧までお時間かかります。おい、ふざけるな。それではお待ちの間、夜空をご案内いたします。え、は、真ん中に見える三角形は夏の大三角でございます。へー、どれ。そんなの知ってるのよ。だからおっさん、うっせえよ。え、なんだお前は。二人ともうっせえわ。近くにございます明るい星は乙女座のスピカでございます。あれ、タクポヨ乙女座じゃなかった？いいえ、私は
サソリ座の女。ミカはケイチじゃねえか。息ぴったりじゃねえか。それではお客様、復旧まで空の旅をお楽しみください。これもありか。次は伊賀、伊賀でございます。今日の校長の話長かったな。だね、私最後の方寝てたよ。俺も。タクコちゃん、怪我してない？うん、大丈夫。車掌さん、2両目の窓ガラスが割れました。え、すぐ伺います。お願いします。皆様、怪我はないですか？はい、では奥の車両へ避難をお願いします。車掌さん、何かぶつかった音がしたんですけど、誰かが石を投げてきたんじゃ。電車の窓ガラスは一般のガラスより5倍ほど強度があるんですが、じゃあよっぽどの力がないと。仮に投石だった場合、犯人は未遂にもなりかねませんね。怪我はなかったんですが、すごく怖かったです。早く犯人を見つけてください。怖くて電車に乗れないですよ。警察の方と協力し調査を進めていきます。お願いします。もうわけわかんねえや。邪魔だ。すいません、東京はおっかねえ人ばっかっぺ。どけ。すいません、もう田舎に帰りたいっぺ。ん、もう無理だべ。お兄ちゃんどうしたの？長目黒まで行きたいんですが迷っちゃって。なら IN に乗って渋谷で TY に乗り換えだね。え？あ、息子は電車詳しくて。 IN って？あ、IN は井の頭線のこと。あー、 TY は東急東横線だよ。あー、そういうことか。東京わかんないよね。はい、先月上京したばっかでまださっぱりで。そのうち慣れるさ。慣れるさだとええんですが。お兄ちゃん、あの電車だよ。ありがとう。優しい人もいっぺな。大変だ、ホームで五十嵐が喧嘩してるってさ。誰と？ヤバそうなおっさんと。え？とりあえず行こう。お前が抜かしたのよ。お前だろうがよ。こわ、ほっとこうぜ。俺が先に並んでたのよ。俺だっつってんだろ。年上になんだその態度は。今は関係ねえだろ。どうすわ。あ、やってみろクソが。二人まとめてぶっ飛ばしてやんよ。タクポよ、しょうもないことで喧嘩してんじゃねえよ。こいつが俺の順番を抜かしたのよ。いや、こいつだよ。どっちでもいいわ。てかここ始発なんだからみんな座れるっしょ。ああ、そうだな。ちょっと東京リベンジャーズ見てるから静かにしてて。ギャル強。それじゃあ前回の続き開いてください。おはぽよー。タクポよ、また遅刻か。ううん、電車の遅れ。じゃあ遅延証は。あ、どうぞ。ん？遅延証明人でございます。何ですかそれ。電車の遅延を先生に信じてもらえないという学生のためにやってまいりました。絶対いらないでしょ。いるって、いつも疑ってくんじゃん。お前は日頃の行いが悪いからだろう。ざぽよ。それではタクぽよさんが乗っていた電車の遅延時間をお知らせします。あ、はい。タクぽよさんが乗っていた電車の遅延時間は15分でございます。これ絶対いらないですよ。他に時間使ってください。それではまた明日。バイバーイ。明日も遅れる気なんだ。わあ。へえ。ん？駅員さん。はい。終電は？今行っちゃいましたよ。ナエポよ。どうする？次は始発しかないのでタクシーとかで。あ、そうだ。え？来て。おう。大丈夫か？誰かー。本当にこれで行けんのかよ。行けるっしょ。期末テストの採点でこんな時間だわ。ん？誰か止まって。タクポよ、何しとるんだ。え、バラッチ天才、うちまで送ってって。お願いします。勝手に乗るんじゃないバカ野郎。いいでしょ、一人でボソッと帰るより若い子とドライブできて。うるせえ、ギャル強。え、まもなく浅草行き列車発車します。じゃあお前ら来週からも頑張れよ。はい、横山さん、ごちそうさまでした。ゴチでーす。次は割り勘だぞ。いってえなあ。あ、じゃねえよ、ぶつかっといて。すいません。舐めてんだろ、おい。痛っ。何すんだよ、おい。やんのか、おら。やめるのよ。あ、こいつら謝ってんだろ、大人なら許すのよ。めんどくせえ。お前らもガキじゃねえんだ、みっともねえまねすんなよ。すいません。じゃあ帰るか。おい、先輩かっこいいっすねとかはないのか。いや、かっこいいんですけど。なんだ、歯に乗りついてますよ。どが。エクインさん、どうされました？遅延証ください。どうぞ。ありがとう。次は1年生のリレー対決です。宗介くんは？まだ来てないみたい。宗介くんがいないと負けちゃうわよ。でも仕方ないから他のみんなで頑張ろう。はい。位置についてよーい、ドン。あー、わー、みんな頑張れー。はっはっ、キャー。姉ちゃん。お母様。姉ちゃん、もういいよ、よく頑張ったね。僕に任せろー。え、宗介くん。あー、ここは望み号だ。すごい速さ。いけー、一番。やったー、わーい、勝っちゃった。宗介くん大好き。虹チューン。
橋爪さん、どうされましたか？地下鉄が遅れたせいでこれに乗れなかったんだけど。ちょっと確認しますね。これよ。あー、この切符は特別企画乗車券なのでダメですね。何よそれ。普通の切符より安い代わりに条件が厳しいんです。でも私のせいじゃないじゃない、地下鉄が遅れてたのよ。でも JR とは別会社なので。じゃあお金返しなさいよ。いや、それも。あんた、いい加減にしなさいよ。おい、おら、てめえ。半額シール貼られた惣菜は次の日悪くなっちゃいますよね。え？それが何よ。安いものには安いなりのリスクがあります。そのリスクに納得して買っていただいてるんですよね。まあそうね。じゃあ今日のことも仕方ないですよね。車内大変混雑しております。携帯電話はマナーモードに、また通話はご遠慮ください。混んでんな。また優先席付近では携帯の電源をお切りください。あ？ちょっと駅員、どうされました？優先席は携帯の電源切るのか？混雑時はご協力いただいております。なんでなのよ。優先席は心臓に病気を持った方もご利用されています。ああ、中にはペースメーカーをつけている方もいるんです。それが何よ。携帯の電波によりペースメーカーに影響が出る場合もあるんです。それで電源を。そうですね、体がぶつかる混雑時にはご協力をいただいております。そういうことだったのか。ただ今は医療もスマホも進化してますので影響は少ないと言われています。しかしペースメーカーをつけている方の気持ちを考えると不安な部分がありますよね。まあそうだな。全ての方が気持ちよく過ごせる空間のためにこれを知ってるだけで違うと思いますよ。いい勉強になった。なんで俺が先頭なんだよ。いいから行けよ。先生にバレたら終わりじゃねえか。胸を、もうすぐで女子部屋だ。うわあ、走れー。うわー、何やってんだ。お、終わった。こっそり女子部屋に行こうってか。なんでいるんだよ。先生を舐めんなよ。すいません。お前らが女子部屋だと思ってた部屋は先生の部屋だ。最悪だ。お前たちにはペナルティーだ。何ですか。強制送還だ。あ、じゃあお前らこの電車に乗れ。はい。あれ、みんな何してんの。タクポよ、もう消灯時間だぞ。何やってんだ。あ、クラブ行ってた。強制送還だ。やるっすよ。うっす。遅延症ですか。15分の欲しいっす。どうぞ。あざーす。おはーす。いがらし、またお前は遅刻か。いや、電車の遅れっすよ。嘘をつくな。ガチっすよ。この際お前に言いたいことがある。 DJ タクポよ、カモン。いがらし、お前は遅刻バカ、すなわちお前はすごくバカ。一本早めの電車の例、べっぴんお前の女ずり。あ、俺の女はべっぴんさん、お前の授業はバッテンさ。すぐに怒るのダッセーな。すぐにトークがダッセンだ。判定は3対0で気がらし。おい、あ、職員室に来い。だる。うわー、特急湯布院の森だ。かっこいいね。ママ写真撮って。順番だから並ぼっか。うん。あー、もうちょっと引き目で撮れる。あー、はい。こいつ何枚撮るんだよ。あー、もうちょい引き目で撮れない？顔でかく見えちゃうじゃん。あー、すいません。知らねえよ、モデル気取りがよ。ママまだかな。もうちょっとだよ。これで大丈夫ですかね。あー、いいね。次洋服変えるから待ってて。おい、ごらてめえ。あ、後ろ見てみろ。え、みんな順番待ってんだよ。お前だけのものじゃねえぞ。でも俺の写真を待ってるファンもいるんでね。周りに迷惑かけてまで撮った写真なんてファンの子も喜ばないと思うぞ。あ、電車はずっと止まってるわけじゃありません。あ、はい。限られた時間の中でみんなが楽しめるように考えてみてください。ママ撮ろう。俺が撮ろっか。ママがいい。あ最高なのよ。トレインスイート四季島にご乗車いただきありがとうございます。人と関わらない一人旅が一番なのよ。どうぞ。宮崎県塩釜で朝取れたサバです。はいよ。作業は中断だ。四季島が来るぞ。わかりました。今日はいい天気でよかったね。来るかな。うん。ん、バイバーイ。なのよ。地域の皆様が仕事や家事を一旦止めて皆様に感謝を込めて手を振ってるんです。そうなのか。ぜひ振り返してあげてください。くだらないのよ、俺は一人が。ようこそ。ようこそ。バイバーイ。バイバーイ。まったく仕方ねえな。一人旅でもいつも以上に人の温かさに触れられる。人ってこんなに優しかったんだって思えるのが観光列車ですよね。最高なのよ。行けないんかい。すいません、チンさん、遅延症ですか。20分のお願いします。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。
あれ？確かこの時間は水泳だけど、こんな寒い日にやるはずないよな。胸を遅刻か。ああ、これ、遅延症です。じゃあさっさと水泳の準備をしろ。え？水泳やるんですか？当たり前だろ。今日からプール開きだ。寒すぎますって、風もめっちゃありますよ。水温はあったかいぞ。何度ですか？2度だ。一滴の寒中水泳じゃないですか。死にますって。大丈夫だ。サウナも用意しといた。罰ゲームじゃないですか。冷水入ってサウナ入るやつ。お前はやらないんだな。やりませんよ。誰がそんなプール入るんですか。アロハー、みんな早くおいで。ギャル強。じゃーん。橋爪さんどうされました。今日は自由席で座れるわよね。土曜日なので混んでるかもしれませんね。いけるでしょ。行ってみないと分かんないですね。気合よ気合。はあ。まったく満席じゃないの。ん、わー、ドクター野郎だ。獲物見っけ。かっこいいな。ちょっと僕。何？あっちの窓からの方がドクター野郎がよく見えるわよ。え、ほんと？行ってごらんなさい。うん。バカな子ね、席は私のものよ。全然見えなかったよ。おばさん、寝ちゃったの？むしむし、ほっとけばどっか行くわ。寒そうだね、僕の服貸してあげる。ん？おばさんが座って、僕はあっちで立ってるよ。なんなのこの気持ち。